おはようございます。あ、見えてる、ありがとうございます。ハートありがとうございます。よちおはよう、おはようございます。おはおは、10周年ありがとうございます。だるまありがとうございます。おはようございます。頑張ろう、おはよう。今日は11月2日木曜日です。もく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 頑張りましょう。もくもくと進めて頑張りましょう。10周年とハートありがとうございます。レインボースターありがとうございます。たくさんありがとうございます。テロップ入れます。イベント中、次の配信は18時頃なんですが、そう、完全には決まってないのですが、今日は18時頃と21時半からします。10周年とだるまとハートとありがとうございます。レインボースターもありがとうございます。10ありがとう。花束かわいい、ありがとうございます。あ、ペロペロキャンディありがとうございます。ダルマありがとうございます。ハートありがとうございます。おはようございます。尊い、ありがとうございます。10周年のクマありがとうございます。あ、今日昼間暑いらしいですね。ね、夏日らしい。薄着で皆さん行きましょう。10周年クマありがとうございます。10周年ありがとうございます。ハートありがとうございます。白湯を飲みます。朝は起きたらいつも白湯を飲みます。白湯つからね。あるね、そうそう。昼間、あ、車内だと確かにわからないかもね。朝寒くて日中暑いから服装難しいよね。脱ぎ着できるのが一番いいと思うけどね。週末も服あったかい格好か、週末も暑いのかな多分。だから薄着で着てください。まあ室内だからわからないけど。ペンライトありがとうございます。だるまありがとうございます。おはよう、おはよう。めっちゃ大量のおはようありがとうございます。バラありがとうございます。だるまありがとうございます。10周年ありがとうございます。そう、お話し会の申し込みが今日の12時からスタートするので、ぜひ少しでも気になった方とか、ショールームのこのイベントの話もしたいので、ぜひお待ちしてます。お待ちしてます。10周年ありがとうございます。バラありがとうございます。ペンライトありがとうございます。ハートありがとうございます。タンクトップ引っ張り出しておきます。寒い寒い寒い、やばいやばい。
ハートありがとうございます。ねえ難しいよね。でも、まあ、確かにタンクトップぐらいがちょうどいいかもね。えでも長袖だと暑いですよね日中。でも学校は外あったかいのに中は寒いから、そう教室寒いんですよ、めっちゃ寒い。だるまありがとうございます。ハートありがとうございます。バラありがとうございます。だるまありがとうございます。自習練ありがとうございます。10周年とハートとバラありがとうございます。たくさんありがとうございます。おはよう、おはよう、おはよう、おはよう。だるまありがとうございます。10周年ありがとうございます。教室寒いのか。そうなの、教室寒いんだよね。寒いの、まあ、寒がりなのもあると思うんだけど寒いんですよね。エアコンはついてます。さすがにつけてないからかな。つけるとでもなんかモワモワしちゃうよね。まあ、まだつけたことないけど教室。うちもまだエアコンつけてないですね。耐えてます。平八さん、クマありがとうございます。クマありがとうございます。10周年ありがとうございます。ハロウィンじゃなくなりました。 BGM タンクトップやばいやばい、ダメダメ。10周年のクマありがとうございます。ゲームのハートありがとうございます。ハートありがとうございます。まあ、おめでとう阪神、おめでとうございます。さよなら勝ち、おめでとう。だるまありがとうございます。10周年ありがとうございます。おはーです、おはようございます。紫だるまありがとうございます。レインボースターありがとうございます。ありがとうございます。朝から来てくださってありがとうございます。キラキラ星もたくさん食べてくださってありがとうございます。だるまとハートありがとうございます。10周年ありがとうございます。いい目覚めでしたか皆さん。今日はちょっと待ってね、久しぶりにあれをしようかな。今日はキッチンバスの日だそうです。キッチンバスってなんだろう。キッチンバスの日だって。あーオープンカーとか、オープンカーじゃないや、キッチンバスっていうんだこういうの、あのなんて言うっけそういうの、あのお店ね、そう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 、なんて言うっけそういうの、カー、え、カー、それカーで、違う違う、なんとかなんだっけ、キッチンカーだ、キッチンカー、キッチンバスって言うんだ、キッチンバスの日だそうです。キッチンカーの日、理由はキッチンの K がアルファベットの11番目でバスの B が2番目だから11月2日にキッチンカーで、あ、キッチンバスの日だそうです。知らなかった。ホップンカー、うわ、あとタイツの日だって、
タイツの日は11月はタイツでおしゃれをするベストシーズンだからっていうのと、タイツの形が11に似てて2つで1つのペアだからだそうです。タイツの日、タイツの日とあのなんだキッチンバスの日だそうです。今日はみんな覚えてください。だるまありがとうございますね。へーって感じだね。そうそう、移動販売みたいなやつ。10周年ありがとうございます。コップンカーちょっとスルーしましたけど、あ、だるま、黄色だるまありがとうございます。黄色だるまありがとうね。そんなに10周年ハートありがとうございます。バラありがとうございます。ハートありがとうございます。全身タイツやばい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 、追い出されちゃうよ。ハートありがとうございます。バラありがとうございます。ファイトありがとうございます。そう、秋っぽいやつです。私の大好きな、これも大好きな服。秋っぽいよね、これかわいい。バルーンスで塗っててね、お気に入りです。ハートありがとうございます。10周年ありがとうございます。だるまありがとうございます。タコありがとうございます。ユチミン、ユチミンです。いい色、そうだな。今日は朝ごはんを作って食べようと思います。今日はオートミールを使って、そうヘルシーに作りたいと思います。しばしお待ちください。全然全然全然。ね、オートミールはいつも食べてるんだけど、それを料理するところ配信するのは久しぶりだよね。こちらオートミール100均の入れ物に入れてます。じゃあこれに 30g 取ります。このね、このカップが便利でね、このラインに合わせて30、合わせてやるだけで 30g 取れるんですよ。たまたま。そしたらこれにポタージュ、ポタージュの素を入れます。だるまありがとうございます。コーンフレーク食べた、いいね。うちにあるやつ全然違う。多分これはこうなんか2種類ある中の潰して、あの粒がちっちゃい版だからかな。これと2つあって、もう片方は丸くて結構がっつり丸い形してるやつと、こっちみたいにちょっと砕いてあるやつとあるんです。入れました。そしてここにツナを入れます。ツナ缶のツナ、タンパク質豊富でとっても便利です。ノンオイルを使ってますが、一応ちょっと水切りします。
真剣めっちゃ真顔だった。真剣ツナ缶を入れてます。ここに白湯を入れ、白湯じゃない、白湯か、温めたお湯を入れます。が今沸かしてるのでちょっと待ちます。あ、ストップ言うか。あ、見えない見えない見えない、ストップ。白湯を入れました。あ、白いで、まあ、ちょっと混ぜます。混ぜ混ぜ、混ぜます。混ぜ混ぜ。白飛びしちゃったね。ポタージュ食べるの美味しい。ポタージュとかコーンスープでもできますし、めっちゃ簡単だから、これは冬はよく、あったかいしね、冬はよくこれ食べます。で、ここの上から、あ、1位ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。1位になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ハートありがとうございます。10周年ありがとうございます。ノンオイルツナ缶よく食べてる？あ、美味しいですよね、便利だし。チーズかけます。チーズはすごい低糖質だから、ダイエットメニューにはすごく便利です。なんだけどやっぱちょっと油だから取りすぎには注意。チンしていきます。白い、見えるかな、お願いします。どれぐらいで？1分半です。1分半チンします。花束ありがとうございます。そうそう、このやつは少し砕いてあるやつ。黄色だるまありがとうございます。10周年ありがとうございます。いや、1分半なんですよ。ハートありがとうございます。バラありがとうございます。10周年クマありがとうございます。クオさんありがとうございます。だるまありがとうございます。ハート10周年ありがとうございます。パチパチパチありがとうございます。1位になりました。ポタージュで食べるのも美味しい。そうそう、ハートありがとうございます。温めつつお片付けもしつつでいきます。ハートありがとうございます。お、できました。おー、おいしそう。じゃーん、白い美味しそう、見えるかな、美味しそうです。朝はやっぱあったかいものがいいよね。冬はこれを、あ、ちょっと今回ちょっと水が少なかったけど、まあまあ美味しそう。簡単にできるので愛用です。
ついちゃった。よし、いただきます。レインボースターありがとうございます。ハートありがとうございます。美味しそう、見えた。だるまありがとうございます。レインボースターありがとうございます。は、かわいい、ありがとうございます。青だるまありがとうございます。いただきます。おいしい。ポタージュとチーズがめっちゃおいしい。オートミールの味もほとんどしないので、初めてはオートミールする方はこれが一番おすすめかも。あ、スープも、うん、おいしい。ちょっと今日は水の少なかったから硬くなっちゃったんだけど、もうちょっと水多めでもうちょっとトロトロにしても美味しいです。おお、納豆でございます。ハートと10周年ありがとうございます。おはようグルト、おはよう。そうそう、初心者向けの料理、これは味がほとんどしないから、というの食感もないし、おすすめ。バラありがとうございます。タコありがとうございます。10周年ありがとうございます。美味しそうな中なる。食べよう、朝ごはん食べてくださいね皆さん。うん、中華雑炊もいいね、美味しそう。中華雑炊いいね。あ、我々はないです。納豆きたね。大阪帰ります、お疲れ様です。お仕事。バラありがとうございます。青だるま、ハートありがとうございます。ね、セミ鳴いてたのにすっかりどっか行っちゃいましたね、寂しい。うん、今日は B2 さんの千秋楽いってらっしゃいです。楽しんでくださいね。ハートありがとうございます。寂しいですね、もう今日と明日で全部公演終わっちゃうもんね、寂しい。今日と明日で全公演終わりになっちゃいます。ハートとペロペロキャンディありがとうございます。10周年ありがとうございます。ひょこっとセミが鳴き出した、2週間前。え、そうなの。ひょこっとセミ、それともひょこっとセミが、断食。だるまありがとうございます。ハートありがとうございます。青だるま、緑だるまありがとうございます。お昼は T シャツ1枚。寒くない、それ。さすがに暑い、まあ、でもそれぐらいでいけそうなぐらい暖かいよね。
ダッタコありがとうございます。ハートありがとうございます。豆腐と椎茸の卵とじです。レインボースターありがとうございます。ヤミーです。ちょっと汚くなってきた。かぼちゃ美味しい。ハートとだるまありがとうございます。ハートありがとうございます。バラありがとうございます。ありがとうございます。間に合いました。ありがとうございます。ハートありがとうございます。食べましたか朝ごはん。皆さん朝はやっぱりちゃんと食べないとね一日元気に過ごせますので。朝はがっつり派です。そっちは何ですか。俺はこの前作ったシチューがスープになったやつです。かぼちゃと玉ねぎと人参の野菜スープ。ハートありがとうございます。うん、ヨーグルトと野菜ジュースいいね。朝ごはん食べてね。ね、気づいたらもう明後日握手会。楽しみすぎるね。早く明日が、今日が終わってほしいですね。明日に、明日と明後日と明後日になってほしいですね。会社行ってらっしゃい。頑張ってね。パラありがとうございます。ハートありがとうございます。もぐもぐしてます。10周年ありがとうございます。音符とだるまありがとうございます。ありがとうございます。あ、推薦コメントありがとうございます。嬉しい。たくさん書いてくださってありがとうございます。推薦コメント、握手会、そう、早いから早いけど遅刻しないようにお願いします早いけどね。これは鰹節サラダです。鰹節と合うのかな。おいしい ちょっぴりなんか香ばしいサラダでやっておいしいです。うん、初期生のメンバーと初期生の毎日配信が今まで出てるので、ね、今始まりましたね、うん。
今食べてるから話しなくて。他の休憩生も今たくさん配信してるのでよかったら見てみてください。いっぱい配信してますのでぜひ見てみてください。ハートありがとうございます。10周年ありがとうございます。うん、かつお節サラダ美味しいかなと思ったら美味しかった。ハートありがとうございます。だるまありがとうございます。うん、握手会と喋り会と肩叩き楽しみ。私も楽しみ。レイポン投票中にしてくれてる。うん、ありがとうレイポン。うん、美味しかった。ハートありがとうございます。あ、なんかポン酢もかかってる。デイリーミッションもたくさんやってくださってありがとうございます。全体的にちょっと調子が悪いのかな。かわいい、ありがとうございます。10周年ハートありがとうございます。うんね、秋っぽくていいよねこれ。ありがとうございます。かわいい、秋っぽくて秋を感じる色です。これは椎茸の卵とじ、豆腐と作ってくれました。今日はね、おじいちゃんも珍しいパンじゃなくてね、ご飯なんで、うん、おかずを。お話し会申し込み、はい、ありますのでぜひお待ちしてます。12時からスタートです。他のグループのファンの方もぜひ少しでも気になってくださったらちょびっとだけでもちょっと話してみようかな、 NNB も行ってみようかなって方はぜひお待ちしてます。ねえ、大阪もやりたいね、 CD の手伝い。ヘロプロキャンディーありがとうございます。楽しかった。これって味見していい？うん、え、いやちょっとそんな持っていくほどじゃん。ちょっとベッドだよ。あ、おじいちゃんが食べれるかな。おいしい。もうちょっと水の方がおいしい、うん、ちょっとおじいちゃんにも同じやつ作りますわ。戻して、え、元に戻る。今回の握手会は、あ、前回の握手会は台に乗ってなかったけど、この間は乗ってたけど乗ってなかったっていう。あ、じゃないし、おめでとう。あ、見た目。そうなんや、知らなかった。でも乗ってたんや、前の握手会。かわいいね。伸びたのかな。
食には厳しかったよね、今ね。かわいい、ありがとうございます。ハート、ありがとうございます。10周年、ありがとうございます。明日からがっつり食べます。がっつり派です。レインボースター、ありがとうございます。そう、オンライン話し会はオンラインなので、全国どころか世界どこからでも参加できますので、はい、ぜひ待ってます。ジャンボ来たら面白いね。バラ、ありがとうございます。10周年、ありがとうございます。いっぱい、だってママに持ってったら半分ぐらいなくなっちゃう。いや一口って言ったらめちゃなくなっちゃう。いやいつもそうじゃん。いや、その風貌から食に対する悪なき探求心。だってママに渡したら半分なくなっちゃう。いや、そういうのあるで。食に対する悪なき探求心が、その見た目からはあんまり感じ取れないから、ちょっと我が子ながらビビった。バラ、ありがとうございます。10周年のクマ、ありがとうございます。10周年ハート、ありがとうございます。お腹減ってきた？食べてくださいね、みんな朝ごはんも。ご飯派ですか？私はよしみ派です。食べ物ですか？ありがとうございます。ご飯派です。ね、いい色ですよね、これ。10周年、ありがとうございます。桃太郎製菓さん、100キラキラ、ありがとうございます。ありがとうございます。ハート、ありがとうございます。バラ、ありがとうございます。10周年、ありがとうございます。探求心なくなっちゃうから、よいしょ。あ、確かに紅葉の季節ですね。ほんまや。紅葉、綺麗に色づくといいですね。寒い方がいいんでしたっけ？暑い方がいいんでしたっけ？タコ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。10周年、ありがとうございます。あ、レインボーだるま、ありがとうございます。ありがとうございます。うん、確かに握手会とかのついでに紅葉をぜひ、ほんまやね、ぜひ見てください。ATCOの近くに紅葉の見れるとこないかな。海沿いやからどうやろう。つかめない。だるま、ありがとうございます。
タコありがとうございます。あ、車どき神社ぜひぜひ見てください。車どき神社も多分まだかな、もうすぐ紅葉が綺麗に。ハートありがとうございます。音符ありがとうございます。御堂筋、御堂筋も綺麗なんだ。あ、そうだね。へえ。道もがね。うん。ダルマとハートありがとうございます。レインボースターありがとうございます。あ、確かに銀杏、確かにうまいね。匂いがすごいね。御堂筋イルミネーションは11月3日かららしいですね。すごいよね。もう準備終わったのかな。明後日からだって。明日か、明日だ、明日から。10周年ありがとうございます。ダルマありがとうございます。ミラーボールありがとうございます。ありがとうございます。うん、そうね、人多いね、確かに。ダルマとハートありがとうございます。私の声を聞きたくてやりすぎた声ありがとうございます。かぼちゃが柔らかくて甘くてトロトロで美味しい。持ってる持ってる。ね、金木犀の香りいいよね。わかる、わかる、いい匂いだよね。確かにめっちゃ早くなったよね、イルミネーション11月から。確かに。うん、ぜひ劇場に行くときに見てみてください。うまい、あゆみちゃん明日が誕生日。うまや、13歳ってすごいね。すごい、すごい。だってそのまだ中学入ったばっかりの時ってそんなにすごいね、そう考えると。うん、ね、すごいですね。いい俳優弾いてきたね渋いよね、あそこの声。いい俳優弾いてきたね。ハートありがとうございます。うん、出勤途中ありがとうございます。あ、思いました、スタバの制服クリスマスだったよね。昨日買ったんですけど、新作もうね、早速飲んだんですけど、クリスマスの制服になってましたね。赤と緑、びっくりした。だるまありがとうございます。
ハートありがとうございますね、いい音するねそう、あゆみちゃんが10周年で、ね、最年少だったんですけど、そうそう最年少なんですよ。プロプロキャンディーと10周年ハートありがとうございます、ありがとうございます。ああ11月1日に衣替えしてる、そうなんだ、へえいいね衣替え、ほんとだ、なんかぬんぬんってちょっとしれっとっていうか、なんかあの衣替えって感じじゃなくて、ズル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 ってぬべーんって衣替えしてます気づいたら長袖着てます。ハートありがとうございます、10周年ありがとうございます。毎朝この配信を見てたら一日中頭の中でこの音楽が流れになってるあ、そうなんですか、これそうなんやハートありがとうございます、ごちそうさまでした。そうどっちもすぐ出せるとこにあるから、あちょっとどうしようかなっていろんなのを撮ったりして、いろいろ交代ごとに聞いたりしてたら気づいたら長袖になってました。おおクリスマス飾り付け始める、ああそうなんや、早いねハロウィンはしないけどクリスマスはすぐにするけど、うん、うちもクリスマスの飾り付けいつもなんか派手にするんですよね、ツリー、うん、立てなきゃね、リースとね、リースと玄関とみたいなじゃあ、ね、このピック、ドラクエの剣をイメージした、ドラクエかわかんないけど剣をイメージしたピックなんですけど、めっちゃ可愛くないですかこれ、納豆なし、納豆なし、私賞味期限切れてる、あそう、おとついだよ、うん大丈夫じゃない、じゃーん、めっちゃ可愛いですこれ、剣をイメージした、見えたかな、10周年のクマありがとうございます、ハートありがとうございます。11月、あ、七五三があるね、確かに私もう終わっちゃったけど上がっちゃうよ、あ、ババ抜き、あ、そうなんやハートありがとうございます。うちの近所もイルミネーション始まる、いいね、イルミネーションいいですよね、あ、木をつけるとか違います、さすがにさすがに流しそうめんほど楽しそうだけどね、釣り用の木が近くにないかも、なんていうっけそういうの、針葉樹、針葉樹林っていうのかな、わかんないけどアイケアでよく売ってるよね、アイケアで、うん、そうね、みんな並んで買うよね、ハートありがとうございます、凍てつく波動が確かに出るのかな、ハートありがとうございます、あ、そうなんや、七五三で105歳、お祝う人生の最後にすごい、ああ針葉樹は針葉、10周年ありがとうございます、後ろの吠えてる猫、うちのプズカしてる猫に似てる、
どこや。あ、これか。かわいいね。猫って怒ったらこんな感じなのかな。背中が丸くなって、チップを立って、あ、着ぐるみ過ごす。着ぐるみ着る派。まさかの組み立てるんじゃなくて自分がなる、あ、ニュースタイルでいいと思います。そうなんや。あ、効果音がない、ない、脳内再生されてる。いでつくあの、の、いやいやこれなんだっけ、羊羹じゃなくてなんだっけ、ういろう、ういろうです、デザート。もう今日朝がめっちゃがっつり、今日特に多いよね。でもいつもこれではないけど今日多いです。買うつもりなかったけど、前で買ってるおば様がめっちゃういろうについて語ってはって、サーモンおまけしてくれたんで買いました。うん、そうなんや。めっちゃ美味しいらしい。そこ美味しい、もっちりしてる。美味しいらしいです。ハートとだるま、ありがとうございます。10周年くま、ありがとうございます。メタルスライムのチラ見。ちょっと怖いよね。かわいい。おいしいお色。ウイローとヨウカンって何が違うのかな。どうやって作るんだろう、ヨウカンとか。米粉。うん、だからもっちりしてるんだ。ヨウカンは小豆が主で寒天で固めるんじゃない。うん、まや、そうらしい。ウイローは米粉はわらび粉を主原料とした蒸した和菓子なのに対して、羊羹は小豆を主原料として寒天で固めたやつらしい。だからもっちりしてるんだね、ウイローの方が。ウイローはまあちょっとお体がちょっと、へえ、血糖値がっていう方でもまだ食べれるじゃないか。ああ、ハートありがとうございます。へえ、ね、ためになる。いってきマロン、いってらっしゃい。10周年ありがとうございます。苦いお茶が欲しくなる。ああ、確かにプラマイってこと。ね、なるほど、へーってなるよね。へー、ハートありがとうございます。これは昨日も食べてたよもぎ餅です。よもぎ団子。小豆っていいらしいですよ、朝食べると一日頭が回るらしい。回るっていうか回りやすいっていうか、受験前とかもいいらしいっていうことで結構食べてた。さ、血糖値が上がって、血糖値かな、なんかいいらしい。うん、どうぞ。あ、ちょっともちもちしすぎて食べれない。うん、なんか岐阜にあるお店らしくて有名らしいです、うん、そのおばさまよく。全然知らなかったんだけど。おいしい、ハートありがとうございます。グラトースト。そうそう、小豆系いいらしいよ朝。チョコレートとかも。断食明日からにしようかな。明日からにしよう。
らしくて、うん、それを呼吸してなんか脳のパフォーマンスを上げると集中力も上がるらしい。その例えばラーメンとかそのパンとかそういう糖質をいっぱい食べちゃうとなんか急に眠くなっちゃう。はあ、眠くなる糖と眠くならない糖があるってことか。オートミールはそうだ。ハートありがとうございます。おいしい、めっちゃもっちりしてる。もちもち系だったね。もちもちともちもちだったね。あ、やばい、28分だ。何準備したいと思います。朝から来てくださってありがとうございました。次の配信は18時か19時頃なんですが、この後またツイッターでお知らせしますのでよろしくお願いします。その後は21時半からしたいと思いますのでよろしくお願いします。ということで何でもします。朝から100万ポイント達成ありがとうございます。ありがとうございます。100万ポイント達成ありがとうございます。はい、ぜひデイリーミッションを達成していただいて、デイリーミッションよろしくお願いします。13位みんなの白米さんありがとうございます。12位リンさんありがとうございます。11位おろしさんありがとうございます。10位こうさんありがとうございます。9位みょんさんありがとうございます。8位とらさんありがとうございます。7位じんくんさんありがとうございます。6位エルマパさんありがとうございます。5位青いボーイさんありがとうございます。4位さとまささんありがとうございます。そして3位はドゥルル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 ルドゥンしょうちゃんでした。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。そして2位はドゥルルルルルルルンやすさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてこの配信の1位はドゥルル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 ン平八さんでした。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんも朝から来てくださってありがとうございました。今日も一日頑張りましょう。この後の配信もよろしくお願いします。パチ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 、ありがとうございました。ありがとうございます。あ、そう、今日の12時からオンラインお話し会の申し込みがスタートしていますのでぜひお待ちしてます。少しでもほんの少しでも気になってくださった方はぜひ会いに来てくださると嬉しいです。他のグループや他の方のファンの方もぜひ大歓迎ですのでお待ちしてます。それでは次の配信も来てくれるかな。またね、行ってきます。良い一日を。